続いて、タイムマシン3号山本元気かね、元気なのこいつ。ちょっとまあ仕事、俺は個人的に仕事であったけど。もしもし。あ、もしもし。はい、もしもし。五木ひろしです。すいません、はじめまして。どうも。お名前よろしいですか。あ、タイムマシン3号の山本です。いつぞやお世話になりました。いやいやいや、こちらこそ、あの、テレビでいつも拝見させてもらってます。はい。その後いかがお過ごしですか。いや、結構励まされてるんですよ、いつきの歌で。はい。あの、辛い時いつも、はい。こちらも、ね、の歌で拝見しては、いつも笑ってます。いや、本当ですか。いや、嬉しいな。なんか、夏のご予定ありますか。井上陽水ちゃん、ちょっと酔ってます、酔ってます。夏の予定ですね。夏の予定はですね、ちょっとお盆ぐらいに、ちょっとまとまった休みができそうなので、実家に帰ってですね、お墓参りをしようかなという。まあ、いいですね。はい。一日ぐらい。横浜に来てください。私新潟なんですね。ちょっとだいぶ距離があるんで、もし早めにお墓参り終わればよろしくお願いします。もし時間あれば、はい、横浜においでください。そうですね、ちょっと逆方向なんで、でもなかなかちょっと行きづらいですけど、はい、それでは聞いてください。はい、チャラララララ、チャラララララララ、チャラララララララ、チャ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 。いつきさん、いつきさん、もしもし。もしもし。はい、すごくありがたい曲いただいたんですけれども、はい、夏の予定ですよね。はい、墓参りに行こうかなと思ってます。はい、はい、父親が私亡くなってるので、ええ、はい、そちらの方もそろそろ13回忌ぐらいなもんで、もしよろしければ、はい、はい、私いつきのことを、はい、父親代わりに。え、逆にいいんですか。それでは一曲お聴きください。チャチャチャラ。いつきさん。山本ですけど。いいよ、こはま。聞きました、さっきその曲。いつきさん。ホテルの。夏の予定ですよね。ごめんや。いつきさん。はい。山本。夏の予定の話ですよね。山本くん。はい。またお会いしましょう。終わりですか、愛知さん。ラジオネームさざなみジョイント。うん。有吉さん、折り入って相談がありメールさせていただきます。僕は最近辛い食べ物にハマっています。30倍カレーやコンビニで買えるラーメンなど辛いものを食べまくった後に出る大便がアナルに与える刺激に病みつきになってしまいました。このような生活を続けて数ヶ月経った先日、いつものように大便をしているとアナルから液体が滴る感触がし、トイレットペーパーで拭くと真っ赤になっていました。辛い食べ物をやめると良くなるとは思うんですが、なかなかやめられません。喉が吹っ飛ぶほどの強炭酸が好きな有吉さんになら分かってもらえると思いメールしました。こんな僕にアドバイスお願いします。今でこそやんまあ、やんないんだけど、めちゃめちゃ俺も辛いもんがまあ得意だっていう振り込みで結構仕事をしてる時期あって、振り込みで、はい、いやそれこそもう本当にその有名店ね、はい、有名店の一番辛いやつをまあ食べてっていうことなんですけど、はいはい、あ結構口が辛いなんてもう何でもないのよ、あんなのは結局胃がやられちゃうんだよ結構、まさに胃がもう耐えられなくなって下痢したりとかするんだけど、本当に辛いやつだね、まあでもこうやって市販で売ってるもんね、こういうものを辛いと思ってるじゃあもう本当まず素人だね。え？めちゃめちゃ素人。コンビニで買ってる市販のものにね、そこまで辛いもんないから。そうです。それちょっとやっぱり
あんま偉そうに言わないでほしいね。生意気なちょっと大便のアナルの刺激がちょっといいわ、うん、なんて言ってんのは、うんうん、まあこれ子供の遊びで、いや本当に辛いやつ子供の遊び、本当に辛いやつ食べたらさ便器が溶けるから。酸が出てるってことか。便器が溶けんのやっぱその辛みで、便器 の, あのコーティングが剥げていくからね。それぐらいのやつだから、俺らが俺なんかが食べて戦ってきたやつって。いやもう劇薬みたいなやつ食ってるんですね。じゃあね、だからまず、うん、なんかさ、うん、すぐ言うじゃない、お酒飲む前にちょっと牛乳飲んで膜張れとかさ、うんうん、辛いもん食べるときヨーグルトで膜張れとか、うん、そんなもん全然通用しないからね。本当に辛いもん食べてたらロウソク飲むんだよ。まずロウソク、ロウを飲んでからだから。コーティングですから、うん、ロウでコーティングするんですか。ロウぐらいじゃないと、もうじゃないと無理だから。あんたも裏技で言うと、もうコンドーム喉に詰めといて、うん、辛いもん全部コンドームに溜め込むっていう。もうマジシャンですね。ジョジョみたいなやってることがずたずた。だからこんなね、今あなたがハマってるようなもので、うん、あの受けてる肛門の刺激っていうのは、うん、もう本当に前儀も前儀、ちょっとやってるみたいな。前儀の前儀ですから。もう全然もうパンティーの上からのやつです。もう全然話にならない。そう聞くと全然ですね。全然。パンティーの上からね。パンティーの上から。まあまだ入り口ですよね。直接触ってないところだから。始まったばっかりっていうことですね。だから、これぐらいならやめられなくても全然問題ないですよ。だけど本当に辛いもん食べる仕事してて続くと、そういう仕事が、うん、いやマジでやばいからね。もう。まあでもいい、気持ちいいっちゃ気持ちいいのよ。ずーっとなんか入れてる感じになるから。ずーっと一日中ジンジンしてるから。やばいじゃないですかそれは。だからあのいわゆるマジックスパイス、あの北海道のスープカレーのね、あそこもでも本当に辛いやつ相当辛いけどね。どれぐらい辛いもん食べていいんだろうな。胃がやられてるからあんまり食べない。いやダメなんですよ本当に。無理やりな、はあ、毒になるんじゃないですかある程度から。毒とか言わないで、店に失礼だ。はい、素人だなお前。すいません。曲いこう。難しいな。すごい個性ある人。普段どんなことやってんだっけ。僕ですか。面白いのある。ラジオで伝わる面白いことある。ラジオではちょっと。はい、あでも面白い、あの歌のやつどう。面白いんじゃないの。歌のやつ。ほらですか、あのはい。空耳。あ。空耳アワーでありそうな作品っていうショートネタをやらせてもらってるんですけれども、一応ちょっと僕があの洋楽っぽいのを適当に歌って、で相方がその演技をするっていうネタなんですけれども、ちょっとラジオだと、そう、いや西森さんがなんで降ってきたのか全然わかんない。ちょっとやってみよう、やってみよう、やってみよう、やってみよう。じゃあ僕がやってるところだけやります、まっすぐ。はい、タモリクラブのコーナー、空耳アワーでありそうな作品、ロック編。We are not as Polish, Polish spice has gone out, we are hugging modest, even this place, より目でゲロ。うん。うんうん。より目でゲロって言ったんじゃない。そうです。そうです。ね、そうだよね。そうです。はい。もう一曲やって。あ、はい。意外と気に入ってみて。はい。じゃあ、はい。空耳アワーでありそうな作品、ハードコア編。ブルースポーツ変なら go with us 変なら just left bug every twist go dispose 変なら to dispose 変なら we get test but every twist let us just get to leg out of twist ボーグレスポーツウニ大きい。ウニ大きいって言ったんじゃない。そうです、はい、そうです。面白いですかこれ。さあ、ということでございます。さっきの空耳アワーのやつ。はい。俺も、ちょっとやらせて。やらせて、はい。当ててよ。はい。はい。塩の漬物、塩の漬物。塩の漬物よくわかった。よくやった。ちょっと待ってください。早っ。だって一発目から塩の漬物って。ちょっと待ってくださいね。まぶしてくださいよ。え？英語の中に日本語が紛れてないと。英語っぽいやつ。もう一回やってるじゃん。やってよ、お前が、飯沼がやれ。おぉ。あ、僕が。はいはいはい。はい。じゃあ、空耳アワーであり。いい、それいらないから、歌えよ。ボサノバ編。
con su sala fake, este musenda mochik. Le velo con su sala fake, a monster burger's taste. Le con cano feringa, fan can just tell in the canto de tsuki ubi.感情で突き指。はい。そうです。そういうやつじゃないかな。あ、全然。クイズになった。あ、待って待って。クイズではないですけど。ちょっと待ってください。答えそれで合ってるんですか？合ってます？フェラの付け合ってるとしたら何言ってるんですか？聞こえねえし。ないねえよ。いや声量が低い。なんだようるせえな。ホテだって言ってたらやっぱ分からないですよ。めちゃくちゃ落ち着いてる。冬のリビエラ。冬のリビエラ。ああ、いい加減にしてくださいよ。何がだよ。うるさいな。何がいけないんだよ、だって。できてるだろ。冬のリビエラって。何よ。紛れてないんすもん。何骨のぬぬぬぬ。聞いて。塩の漬物。塩の漬物。男ってやつは。冬のリビエラで冬の漬物。塩の漬物。なんだよ。もう変わってんじゃない。それ替え歌です。何でうるさいな。それ替え歌です。それ偉そうに言うなよ、お前。日本の歌で塩の漬物って何ですか、もう。はい、この辺お願いします。いや、そうですね。じゃいいのかな、もう電話しても。あ、そう。おじゃあまずこの人から電話してみますか。はい、いいよね。ノッチですか。お、はい、久々にちょっとノッチ。夏場は結構トライアスロンしてると思うんだけどな。あ、マラソンの営業とか。久々だな、ノッチは。です。はい。はい。おい。あ、あ、あ。あ？あ？何？ノッチです。うん、ノッチです。何、誰？ノッチです。ファイ。ノッチです。ファイ、ジャパニーズノッチ。 Yes, we can. 高安クリニック。 Yes, 元気？元気です。どこいんの今日？今日はお家にいます。娘は？娘は、あの、下の娘がちょっとヘルパンギーナにかかってしまいまして。何？ヘルニア？いやいや、今流行りの。何ヘルパニーナって。なんか、ハイジニーナ？ヘルパンギーナ。ヘルパンギーナ？なんでよ。なんでよってこと。なんでっていうことはないんだけど、なんか今流行ってる。どういう病気なの？口の中にね、口内炎みたいなやつがポツポツっとできて、うん、熱が、38度から40度ぐらいまで上がる。どこ行ってんのじゃあ、病院？行ってて、で、上のかなみちゃんは今ピアノやってまして。うん。どこ行ってんのじゃん。それで今、教えにもらって、先生に。うん。え、お前一人？僕一人です。嫁はともみは？ともみ。あ、一緒にあのピアノに。じゃあ、のっち一人今。僕一人です。じゃあちょっとさ、はい、お出してさ、はい。大暴れして。お出して、大暴れ。早く早く早く帰ってくるからみんなが。あ、そうなの？うん。はいはいはい。出してよ、もう全開出してる。走って走って走って。うん。なんか、この夏はなんか、やることありますか？ありがとうございます。あのですね、うん、先週、野尻湖トライアスロン出場しまして。長野県の。うん。5年連続完走、できました。ありがとうございます。わー、おめでとう。うん、ありがとうございます。はい、今の気持ち聞かせてください。いやー、感無量ですね。あと、来年に向けて、今、トレーニングしてるんですよ。はい。ブレ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 。
ブル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 。走ってる走ってる。そのまま外出てください。捕まる。僕はこれやばいね。冷静だな。はい。来たから。のっちさん。はい。はい、のっちさんもヘルパンギーナに気をつけて。はい、わかりました。大人はね、映らないみたいで。わからないだろ。ヘルパンギーナはね、子供だけっていうのてて。なんでよ。でもなんか、今、東京都で流行ってるでしょ。東京都で流行ってんの、東京都で。じゃあこれ、小池百合子さんに何とかしてもらわないとな。そう、あ、とりあえず、あ、そうだ、あれ行かないと。選挙行ってこい、早く。行ってきます。どういうことで、のっちさんに電話しましたけどね。はい、でも、はい、あれよ、なんか無駄な会話だったような気もするけど、うん、はい、でもやっぱりヘルパンギーナっていう病気を、やっぱり子供でもいないと知らないからね。知りましたね、確かにね。知らなかった。そうすごいよ。だって、口内炎が何個かポツポツとできて、38度も熱出るって結構怖い病気だぜ、ね、だって子供は。流行ってるって言ってましたね。大人はならないんだからさ、俺らもう一生知らなかったかもしれないぜ、ヘルパンギーナ。そうですね。うん。こういうことでね、うん、なんかそうやって情報が入ってくるかもしれませんから。ためになります。たまにはいいですよね。初中見舞いですよね、はい、これはね。まあ、はい、もう一人行ってみますかね、じゃあね。はい、じゃあ、久々に滝沢にでも電話してみますか。滝沢、ね。もしもし。はーい。あ、はい。何ですか？何ですか、マシンガンズの滝沢です。あ、はい。何ですか？あ、こっちだからかけたわけじゃないですよ。はい、ちょっと怪談話してください。はい、怪談話ですか？どうぞ。ですね、夜道をこう歩いてたんですよ。そしたら後ろに白い影があって、そう、ちょうどそんな音だったんですよね。ちょうどそんな音が鳴りまして、犬も、その犬も鳴いてたんですよ。で、その犬が、実はもう生きてなかったんですよね。続きがありまして、そこは、墓地だったんですよ。ドル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 。連想ゲームだよ、もう。そうです、そうです。そんな感じでしたね、確かあの夜も。あの夜はそんな、ねえ、お兄さん、それって、こんな顔じゃないの？なんか何個か、何個か叫ぶ声は。驚かしてきて。何が何だか。もう一人行く？あ、グリーンピース行くの？うん。はい。マキの？落合ココアちゃんの相方？そうですね。そんな、ココアちゃんの相方。うん。はい、もしもし。チェーラ、問題。え？セリーグには6球団チームがあります。はい。はい、6球団。はい。お答えください。巨人、ヤクルト、阪神。ブー。問題。ちょっと待ってください。パリーグ。6球団のアリーグ、アリーグな、チーム名お答えください。ファイターズ、千葉、ロッテ。ブー。残念残念。さあ、何がすか。今回ちょっと2問とも不正解ということでございましたけども。何ですか、何ですかこれ。クイズなんですか。野球は、野球はあまりお得意じゃないですか。野球はまあ普通ぐらいですね。でもさあ、じゃあ、次、続いての問題、パネルから選んでください。どうぞ。パネル、パネルって何ですか。どうぞ。歴史。歴史の20ですね。20までは言ってないですけど。はい、問題。はい、毛利元就の三本の矢のお話は大変有名でございますけれども、はいはいはい、はい、その、毛利元就の三人の息子の名前をお答えください。めちゃめちゃむずい。いましたっけ、三人。ブー。ブー。ブー。さあ、最後です。最後。続いて、パネルを選んでください。政治。
政治の、なんて言うんですか、20です。20でお願いします。はい。難しいね。チューレ、問題。はい。はい、先日、アメリカ共和党の大統領候補に選ばれたドナルド・トランプ氏。はい、ああ、はい。彼の嫌なところを10個言ってください。太ってる、前髪、うるさい、奥さん、あとはビル持ってる、あとはなんか、もう嫌だ。臭そう、なんだ。難しいな。服装、ピンポーン！おめでとうございます。服言いました、僕今。言いました。見事正解です。すいません。急だったんで今。いや、さすがですね。はい。はい。頑張りました。おめでとうございます。はい、何が、ですか？何がですかね。何がおめでとうなんですかね。政治の20、あの、正解ということでですね。はい、ありがとうございます。あれです。虫の死骸をいっぱい送ります。いらないです。虫の死骸はいっぱい。今日はちょっと電話ね、いろいろ。そうですね。牧野はなかなか頑張ってましたね。クイズ強いな、なかなか。政治の20だからね。歴史の20難しかったですね。めちゃくちゃ難しい。あれ20ですか？いや、結構だから、クイズやったからね、またちょっと、これ、いや、あれ、アシスタントの目が出てきたね。ああ、クイズの正解で。うん。だって、なかなか出ないよ、政治の20。やってみる？はい、政治の20。はい。いける？いけます。で、ね、田中角栄の大臣経験をすべてお答えください。いや急に難しかった。めちゃめちゃ難しい。総理大臣、ほらな、総理大臣ダメなんですか。いやでも遅いから、全部言わないといけない。遅い、うん、全部言わないといけない。むずい、むずいっすね。これ牧野クリアしてたから。ドナルド・トランプの嫌なところ10個言う。そういうだって感情的なクイズじゃないんですもんね。いかがでしたか。ちょっと今回何週あった、4週5週ぐらいあったのかな。5週はありましたね。結構ありましたけど、うーん、いかがでした。まあ2週よりはまあ何回も、はい、飯沼はいや、あのいろんな人に毎週聞いたよって、うん、言われる、言われるんです、うん、なんかで誰もあの、うん、悪いふうに言わないんですね。よかったよって言ってくれるんですけど、うん、僕は全然手応えがないままずっと生きてるんで、うん、あのもう緊張しっぱなしの2時間ずっと繰り返してっていう感じなので、うん、そうですね、ふわふわしたまま。まあしょうがないね、はい、最初はそんなもんですからね、やっぱ、ね、はい、うん、いやちょっとやっぱ人となりがちょっとやっぱあんま見えなかった。あ、はい、僕の人となり、はい、まあ、こっちが聞く気がないんだから。え、そうっすね。こっちが、まあ、お前の人となりを知ろうとしないから。俺それ結構びっくりしました。全然人となりがその、いや、まあ、入ってるってことは興味あんのかなと思ったけど。いや俺はもう全然あのそういう人となり興味ないからちょっと聞いてこなかったんだけど、はい、ちょっとまあ最後だからね。そうですね、はい、ちょっとあんのかなと思う、人となり。人となりちょっと教えてもらう。どういう人となり、人となり、人、僕ですか？花水木ちょっと歌ってもらいます。すでに色の可愛い君のね、果てない夢がちゃんと終わりますように。君と好きな人が100年続きますように。うん、うん、そうだな、はい、うん、そうだな、そうなんだよ。合ってました、なんかね、合ってました。すごい上手くないけど全然聞けるなんかね、なんかということなんですよ、はい、そうなんですね、うん、いや、よかったよ。大丈夫でしたか、うん、ね、うん、人となりわかんないな。大丈夫ですか。まあそんなもん、人となりよう、ね、人となりようっていうことだったんですかね。これちょっと気づかなかったんですけど、うん、それわかる。はい、誰にどんないじめられ方をされたいのか、りょうし君がわかるわからないで判定していきます。ラジオネーム、ラッキーデイビスケット。授業中、保健室の先生である山本瑞希先生に会いたくなった俺は仮病を使い保健室に行くことに成功する。
水木先生は、どうしたの、どっか痛いのと言ったので、俺は、いや、あの、山本先生に会いたいというか、会いたくて胸が苦しいというか、すると水木先生は俺のお腹に思いっきり蹴りを入れる。もだえる俺に水木先生は不敵な笑みを浮かべ、俺の髪を引っ張りながら、さあこれで治ったわよ、授業に戻りなさいと耳元で囁いてほしい。まあ基本中の基本だな。保健の先生にやっぱりちょっとね、エロい保健の先生にちょっとやっぱり厳しいことされたいっていう、基本だね。はい、まあ入門編だね。入門編。ラジオネームダッヒー、女優の春さんにビリヤードを教えることになった俺。春さん、ビリヤードはね、たまに棒が当たるポイントが大事だから、この棒で俺のアナルにまっすぐ刺す練習をしよう。そう伝えると、真剣な春ちゃんは真面目に俺のアナルにビリヤードの棒をピンポイントで刺しては入れを繰り返す。それを1時間ぐらい続けていたのだが、俺はもうその時すでに失神していた。しかし、それに気づかず春さんは練習を続ける。失神してから30分後、何も指導しなくなった俺に、さすがに不思議に思ったのか、春さんは、先生、次は何の練習を、と僕の顔を覗き込んだところ、失神していたのを初めて見た春さん、びっくりぽんや言われたい。わかるやん。あげとく。面白かったな。面白いな。ラジオネーム、ビワ乱調にあり、尻の穴にでんでん太鼓を刺し振って遊んでいると、ドキンガンの三田寛子さんに見つかり、あら、あなた歌舞伎の練習と聞かれたので、中村橋之助になりすまし、今度国立劇場でやることになったんだよと答えると、三田は俺のアナルの前で火打ち石を叩き、よっ何こまやと、リエンの妻として最高の対応をしてもらいたい。もらいたいって。ラジオネーム、起きてるし、日本人最年少で世界7大陸の最高峰の登頂に成功した美人女子大生の南谷麻凛さんに、このエベレスト登れるなら登ってみなさいと仰向けで横たわり、俺の股間の山を見せたところ、こんな低い山でテント張っても意味ないんですけどと冷たくあしらわれ、子に唾を吐きかけられた。フル勃起し、その余韻に浸っていたところ、どこからともなく現れたアルピニスト野口健に、山を汚しちゃダメだよと股間をゴシゴシ吹かれ、予想外のクライマーズハイ味わいたい。いや、ちょっと野口健さんは俺無理だな。どうなんだろう。本当ね。ラジオネーム、起きてるし、カープの試合を見に広島まで遠征し、快勝の余韻に浸ってピンサロに行ったところ、試合の興奮冷めやらぬまま手こきで生かされてしまい、放出したザーメンはアーチを描き俺の額にかかる珍プレー。源氏名が尾形のピンサロ城に、神ってると笑われた。全然わからないのよ。何を言ってんのよ。神ってる。源氏名尾形のピンサロ城いないだろ。はい、もうだから今日はね、送らず本当にのんびり、はい、ハンモックに揺られながら、ね、あの、聞いていただければなと思います。優雅だな。まあ、ハンモックかけるような、
強い柱もない連中ばっかりでしょうけどもね。いや、古くても柱太いとかはあると思いますよ。だいたい4畳半のもうシロアリに食われたもうカスカスの柱のアパートで皆さん聞いてらっしゃるので、ハンモックをぶら下げるあの金具を柱に打ち込むこともできないようなお家だとは思いますので、ハンモックをあの畳の上に引いてね、網の上に寝てチャーシューみたいになりながらデコボコするな背中について網目がやっていただければなと思いますけども、まあいろいろとメール読んだりもしますし、はい、面白かったらまあ相変わらずパンね、ポイントは差し上げておりますので、あのなんとなく送ってくださった方は少しの緊張感を持ちながら、はい、ドキドキしながら聞いていただければなとは思っております、はい、さあね、まあ今今日現在、まあ、7月24日で放送は7月31日ということですから、うん、もう7月31日も夏も、うん、夏は終わりとは言わないけどね、まだまだ本格化か、まだまだ8月入って、あ、うん、そうですね、どうしましょうね、なんか、ね、夏、いや別に夏でお題探さなくていいですけどね、 あなたみたいなおじさんが夏は若者のもんだからね、おじさんが夏かーって別に夏だなってなんか夏っぽいことしようっていう感じはなくていいです、おじさんなんだから家で いりゃいいんだよお前みたいなじじいは。夏って言っただけでこんな怒られますボソッと言っただけですよ、ボソッと言っただけで分かりました、家にいます僕は。ビアガーデン来たよね、来たしね、ああいいですね、うん、ビアガーデンさ、うん、なんか盛り上がってない、ビアガーデンがここ近年、いや洒落てきてるんですよ、そうだろ、ね、うん、だってさ、うん、ちょっと10年ぐらい前さ、デパートの屋上とかのビアガーデンなんてさ、うん、ガラガラだったぜ、いやそうですね、なんかくたびれたおっさんがちょっとなんか来てたじゃない、おじさんのものだったんですよ、今さめちゃめちゃ盛り上がってるじゃん、でおしゃれじゃない、おしゃれですね、その分さ気軽に入れないっていうさ、なんでビアガーデン予約しなきゃいけないんだっていうさ、予約あございますかみたいなこと言われる、何あれ腹立つな、とか料理とかもちゃんとしてるんですよね、だから料理ちゃんとしてるよ、うん、なんで料理ちゃん前までちゃんとしてないみたいな言い方しちゃう、ちゃんとしてなかったじゃないですか、唐揚げと枝豆しかねえみたいな、冷めた唐揚げと枝豆がちゃんとしてないっていうのか、いやいやちゃんとしてますけど、そういうシンプルなものだったじゃないどういうことだ、どうして俺責めるんですか、あそれ俺ビアガーデン代表じゃないですよちゃんとしてない唐揚げがあるってことですね、そうそうそういうのもあったし、あんまり美味しくなってねえんだデブいやー怒られるわダメだった、すいません西尾さんダメでした、どんまい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 、まだ時間ある、助けに行ったんですけど、だからなんかいやなんかさあんなのさ、うん、今日突然行きたいもんじゃん、うん、ビアガーデン ね前もねなんで事前予約いるんだんだもん、うん、だって3日前からずっと走ってあさってたらビアガーデン、あさってたらビアガーデンって思ってなきゃいけないの、うん、バカらしい、そういうもんじゃないですよ、じゃないよバカ、いやでも仕事帰りにお前すぐ行くんだよ、行こうか、まあね、今ノリ、うん、で、うん、汗かいたし、うん、何してんのあれ、いやー人気あるんでしょうがないですよね、なんでよ、なんかバリ島みたいなコンセプト、すぐ女が来るとすぐいっぱいになるな、ああいうのはおじさんの性域がいやマジでおじさんの性域が女が来てからすぐいっぱいになるだろ、あんな人気出ちゃって女来ると人気出るないやだけどマジで、はい出ますね、しかも親父ギャルみたいな人じゃないんだよ、中尊寺ゆうすこ先生の親父ギャルじゃないで普通のなんかちゃんとおしゃれな女性たちが来ると、うんうん、ビアガーデンさえなんかお前人気が出ていっぱいになるじゃないか俺らの聖域だろあんなところ、俺らの聖域がもうなくなってきてるよこれマジで、うん、ビアガーデン確かそうですね、なんかお前ガード下のお前汚い焼き鳥屋もう、うん、女来てよ、うん、そうっすね、立ち飲みとかもそうっすよ、そうっすね、うん、そしたらもういつの間か俺ら追いやられるだろう、なんかどん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 女に強えな結論強えめちゃめちゃ強いわあいつら、うん、どこでも来て女性向けにするじゃないですか、しかも店もそうなんだよ、うん、で女性が来るから予約がいるだろう、何、うん、なんだよ春巻もうどあるのか俺ら、俺らだけの聖域は、残された楽園は風俗だけか、それ風俗やっぱり、いや風俗は我々のもんですよ、それは我々ってお前そんな行かないだろ、はい、奥さんに怒られるから格好つけんなお前、行かないですよ、行ってねえくせに行ってるようなお前な
男気見せようと思ってな、男らしさ見せようと思って、そんな言うなお前。風俗行ってるふりしたっていいじゃないですか。ダメだそれは。行ってないのに行ってるふりしてたんですか。行ってるよバンバンだよなんだよそれすいません、本当あんまり風俗行ってません。何カッコつけてんだお前。なんかブライハっぽくてカッコいいなと。そうだろう、はい、いやカッコつけんなってお前、ただのお前奥さんの尻に敷かれたお前クズ人間なんだから座布団男。カッコ悪いな座布団おい、はい、座布団人間お前カッコつけんなよ一生。はい、お座りくださいどうぞひどくないですか座布団人間。何がだよ座布団人間あんまりじゃないですか。座布団人間だろ、嫁の俺誰にでも座らせてるわけじゃないですから。いや嫁の尻に敷かれてるだろうっつって座布団人間、まあ、嫁の尻には多少は敷かれてますけど。何嫁の染みってお前、俺を興奮させようって言ってんの。どこで興奮してんすか。嫁人妻の染みで俺が興奮すると思ってんのかおい。いや自分の嫁使って興奮させようとは思ってませんよ俺はな、はい、今日は機嫌が悪いんだもんずっと最初から。いや分かってますよ。あんた分かってるか。はい、なんでですか。分かってるのか。いやごめんなさい聞くなすぐ俺が最初にクイズ出したんだろう。なんで聞くんだすぐ。なんで Q&Q するんだお前ら。いつもいつもそうだな。 Q&A だろ会話の基本は。なんで Q&Q なんだお前らバカ。なんだよ今日いつもそうだろう。すいません。なぜだと思う。なぜなんですか。おかしいだろう。はい Q&Q ははい Q&A です。 A いいですか。 A いいですかじゃないんだよ。ダメだよダメダメなダメなの。なんで俺機嫌悪いか分かってんのかよ。はい、疲れてるから、はい、いや何笑ってんだお前。 A で返したんで。いや何笑ってんですから答え言うときに。すいません。はい、なんだ、はい、お仕事がお忙しいから。お仕事が忙しいから機嫌悪いなんてことはないよ俺は。クズクズ却下。はいはいブーはいはいはい、はい、2週目あるんですかこれ。はい、思いのほか外が暑い。今日めちゃめちゃ涼しいわ。涼しいっすけど、ここ最近の中でめちゃめちゃ。さっき俺気持ちいいなと思って歩いてたわ。はい、お腹が減っている。もうね、そんなすかした答え言うぐらいだったら黙ってるのがマシだよクズいやでも急してくるからするでしょそれ。すいません、すいません。言っただろさっきお前。はい、はい、エロ動画サイトに入ってたんだ俺は。あ、言ってましたね、はい、あ、はい、だけどそこのエロ動画サイトのカード引き落としで払ってたわけだろ、うんうんうん、1年間6000円、はい、でその引き落とし用のカードを俺解約したんだよ。もうカードいっぱい持ちすぎてるから邪魔だから整理しようと思って、はい、はい、そしたらそのエロサイトはそのカードしか使えなかったんだよ。だから俺はめちゃめちゃもう7、8年も続いてたお前有料会員だったのに、有料の有料だよ有料&有料会員だよ、うん、2つの意味で、はい、向こうにとって、はい、向こうサイドにとってはちゃんとお金も払ってくれるし、はい、有料&有料会員だった俺が、はい、はい、無料会員になり下がったんだろいやそれはい今までたっぷり何でも、はい、見れてたもんがもう制限だらけだ。はい、細切れでガッスも悪い、はいはい、なんだこれ、はい、腹立つだろう、はい、確かに。じゃあお前解約したカードお前またそのエロ動画サイトのために入り直さなきゃいけないのこれ。はい、まあ、それが一番いいと思う。ダメだそれは。ただ腹立ってるだけじゃない単価切ってやめたんだから。カード会社ああ、単価切ったんですよ。もう使わねえよ。サービスも悪いし、はい、皮肉言ってやめたんだ俺はいやそんなことしなきゃよかったのに。見れないじゃないですか。後悔してる。もう俺だからダメだ、まあ、どうしようかな、うん、いやこれでだからちゃんと有料会員だったのがさ、うん、そうじゃなくなったからさ、今度多分俺また昔のあれだよ、もう素手頃時代に戻ってさ、素手頃もう不良時代に戻ってよ、はいはい、野良犬時代に戻ってさ、パソコン上をさ、はい、ふら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 回るんだよ。
今後さまよう。いつか俺はもう捕まるよ、はい、ウイルスに。そんなことそんなこと出たら捕まりますね。それ怖いんだ俺は。はい。そうだろ。はい。あ？はい。はい。いつか捕まります。お前らあれしてくれ。え？その指定するカード会社入ってくれ。で俺。嫌ですよ。本当に嫌だ。先輩のエロのためにカード作るの嫌ですよ。俺そこのカード持ってないかな。持ってないんじゃない。持ってないのかな。違うやつはありますけど。持ってたってことですよ。なんで。いやいや白肌脱いでくるよ人。いや、まあ、まあ、みさん、そうだったらそうしますけど、うん、いいんじゃないですか。でも野良犬に戻ってめちゃめちゃ怖いからね今パソコンの中。そうです、ね、ちゃんと守られてたの。有料会員だけあって年間6000円払ってただけあって、あ、はい、あんなもん本当にもうネットサーフィンで探してたらもう一発だよあんなもん。この間食らいました俺。やられた。あの押したらカッシュッって、カメラ自分が撮られる撮られる感じカッシュッってなって、あなたの写真あのね画像撮りました、うん、あの連絡先の方、はい、ご連絡くださいみたいなの出るんですよ、はい、怖いだろ。怖い。いやそんな恐怖と戦わなきゃいけないから。あ、うん、確かそんな思いさせたくないですね。だろ、はい、だからちゃんと頼むよって言ってんだよ。お犬もカード作ってこい。わかりました、うん、何でもイエスだ。はい、いい。お前らと話してても拉致が開かないから、はい、一旦ブレイクします。